顔は、和歌山県伊都郡久戸山町出身の元プロ、野球選手、コーチ、監督、解説者。横浜監督時代や著書等、遺体児を使った、尾花公夫表記が使用されることもある。次女は、ファッションモデルの尾花高江。PL 学園高校では、エースとして活躍したが、3年時の1975年には、夏の甲子園不要戦4回戦で、 初芝高校に敗れ、甲子園には届かなかった。2年下のチームメイトに当時は外野手であった米村明がいる。卒業後は1976年に新日本製鉄堺公式野球部へ入社し、同年の都市大校に出場するが、1回戦で可愛楽器に敗れ、自身の当番はなかった。入社直後に、 根本六尾臨時コーチから指導を受け、投球練習を見た根本は、そんなフォームで投げ取っては、速いボールも変化球も投げられんと指摘した。1978年ドラフト4位でヤクルトスワローズに入団。1979年には、先発陣の一角として起用され4勝9敗を記録。 1982年から1985年まで4年連続2桁勝利。1982年8月4日の対阪神戦と8月8日の対広島戦では2試合連続で延長戦、完封勝利の珍しい記録を達成した。1984年にもチーム最多の14勝を挙げる。松岡博史の引退後はチームのエースとして活躍。 1988年には、開幕投手として、巨人との開幕戦に先発し、東京ドームでのプロ野球公式戦勝利投手第1号となった。1989年には、通算100勝を達成。1991年10月12日に同年、限りでの現役引退を表明。同年のシーズン最終戦で引退試合が行われた。 先発投手としての起用が主だったが、請求力に優れていたことから、リリーフとして活躍することもあった。一方で在籍中に、チームの低迷期が重なった影響もあり、選手の駒不足から、年間投球回数が200回を超えたのは6度、2桁、敗戦を記録したのも6度、1986年から1988年は3年連続リーグ最多敗戦を、 記録した。これは1956年から1959年に、太陽の秋山登が記録した4年連続リーグ、最多敗戦投手以来の記録で、右投手では、小花以降これを超えた選手は、現れていない。特に、1982年は12勝16敗、1988年は9勝16敗で、あったが、いずれも、防御率が2点台であり、 打線による、ランサポートが非常に低かった。引退後は、フジテレビ、ナイター中継、プロ野球中継プロ野球ニュース日本放送、ショーアップナイター、フジテレビ解説者を務め、1994年11月1日に、ヤクルト入団当時の監督で、千葉ロッテマリーンズの初代 GM に就任したばかりの、広岡達郎に壊れ、一軍投資コーチに就任。 1995年にはチーム2位の躍進に大きく貢献した。1996年10月10日に対談が発表された。ロッテ対談直後の同30日にはフルス、ヤクルトに一軍投資コーチとして復帰し、野村克也監督の下、野村再生工場の現場監督として、1997年のリーグ優勝、日本一に貢献。 1998年10月13日に対談が発表され、同年11月4日には、大貞治監督に実績を高く評価されて、大園一軍投手コーチに就任。背番号は87。親会社がソフトバンクとなった以降も職務を続け、在籍7年間でチームは5度のレギュラーシーズン最高勝率、3度のパリーグ優勝。 および日本シリーズ進出、2度の日本一に輝いた。2005年10月1日、子供のこともあり、これ以上単身赴任を続けられないとの理由により、シーズン全日程終了後に退団することが発表された。大監督は、オバナの再就職先が決まっていないと聞き、自宅のある神奈川県横浜市から通えるようにと、巨人に直々に打診した。 同年10月24日に巨人の一軍投手総合コーチへの就任が正式発表され、背番号はホークス時代と同じ87に決まった。2006年から2009年まで務め、系統や投手運営など投手部門の責任者であった。就任前年はリーグ再開の4.80だったチーム防御率を 就任 1>, 1年目の2006年には3.65、2007年は3.58、2008年は3.37、と年々改善することに成功。2009年は、チーム防御率を2点台にすると公約しその、言葉通り、球団として19年ぶりとなるチーム防御率2点台の2.94、とした。2007年から2009年のリーグ3連覇にも、大きく貢献。 9年オフには一軍投手コーチとして、K4 球団に在籍して、レギュラーシーズン最高勝率9回、日本一4回に貢献した手腕が評価され、横浜ベイスターズに監督就任を要請される。巨人とのコーチ契約が次のシーズンまで残っていたが、横浜と巨人の球団間交渉を経て、2009年11月11日に、横浜監督の就任が発表された。 三年契約。PL 学園高校出身者としては、初の NPB 一軍監督就任となる。1955年以来球団55年ぶりの95敗を、喫するなど、再開に終わった。さらにチーム防御率は12球団再開、チーム打率は2年連続12球団再開と、低迷した。2011年シーズンは、内藤優太のサヨナラ安打によって、 チーム8年ぶりとなる開幕戦白星を飾るも、またも最下位に沈んだ。4年連続90敗だけは、免れたものの、チーム防御率は2年連続12球団最下位、チーム打率、得点は11位と、東打ともに奮起することができなかった。シーズン終了後、他の一軍校知人と共に休養、事実上の解任が発表された。 11月22日、正式に解任を通告された。2013年シーズンより、巨人に復帰し、2軍投手総合コーチに就任することが発表された。2015年10月27日には、2016年シーズンから、巨人の1軍投手コーチに就任することが発表された。 2017年7月13日に一軍ブルペン担当に配置転換することが発表される。同年10月8日、翌2018年シーズンから編成本部アドバイザーとなることが球団から発表された。2019年2月19日に秋田県名桜高校の総監督兼投手コーチと系列のノースアジア大学総合研究センター。 主任研究員に2月18日付で就任したことが発表された。2018年末に学生野球資格回復の研修を受け、2月5日に資格回復を認められた。2020年11月25日、東京をヤクルトスワローズの二軍投手チーフコーチに就任することが発表された。横浜監督1年目に、 アナライジングベースボールのスローガンを掲げ、詳細なデータで説得力を持たせた上で何をしなければならないかを徹底的に分析し、指導、采配を取るという采配方針を掲げた。特に、投手は支給を減らし、打者は支給を多く選ぶことを選手に求めていた。投手企業は一試合に多くの投手を傾投させる傾向があり、2011年シーズンの 投手登板のべ人数664人は、プロ野球記録である。攻撃面では、スターティングメンバーは打順を変更することはあるが、選手は、よほどのことがない限り固定して使い続けていた。送りバントを多用する采配も行っていた。2年目には、伸び悩んでいた、高崎健太郎を、年間通して先発ローテーションに入れ、我慢強く起用し続けた。また、 育成から支配下登録された、国吉勇気を起用したりした。任期の2年間で、村田修一を4番スタメンから外すことは一度もなかった。野村克也の辞書、俺の苦言を聞け。の中で、横浜の監督に就任した尾花は、野村の影響でデータを駆使した細かい野球を、評榜したと述べ、その野球知識と判断には、狂いはなかったと記している。 一方で、言っていることは正しいが口が悪く、人を傷つけてしまう傾向があると、横浜監督として、うまくいかなかった理由を、そのように述べ、言葉が監督の仕事の全てと言ってもいい。そこでつまずくと選手らからの信頼を得ることが難しくなると説いている。ありがとうございます。